ノーベル平和賞を受賞した国際 NGO の CAN 核兵器廃絶国際キャンペーンは NHK のインタビューに応じ、国連でとされた核兵器禁止条約の早期発効を目指、来年各国のメンバーが自国の政府にして条約に批准するよう求める働きかけ強めていく考えを示しました。インビイに答えたのは ICAN の川崎聡国運営委員です。今年国連で採択された兵器禁止条約は発効するのに50国批准が必要ですが、これまでに批准たは3カ国にとどまり、核保有国や日など核の傘の下にある国が反対の姿勢崩していません。こうした中、 ICN 川崎国際運営委員は NHK のインタビューに応じ、2018年に50カ国が準すれば禁止条約は年内にも発効し、のあと1年以内に締約国会議を始められると述べ、来年の発効を目標に活動を進めいく考えを示しました。その上で、発効に向けて来年は ICN のそれぞれの国のメンバーが自国の祭りごとに対して非を求める働きかけを強化し、行きたい。と来年の活動の方針も示しました。ICAN は、来年1月にベアトリス・フン・ストモ局長が日本を訪問し、安倍総理大と会することも計画していて、核兵器